スピンナー。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第15回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組なんですが、なんとこの度ジャパンポッドキャストアワード2020におきまして、味な副音声が大賞を受賞しました。イエーイ誠かーってね、もう本当にありがたいんですけれども、だって全1009作品の中から我々の味な副音声が大賞ナンバーワンということで、正直びっくりしているんですけれども、それもこれもいつも聞いてくださってるリスナーさんのおかげですので、これからも食をもっと深く味わうためのトークをお届けする味な副音声を末永くよろしくお願いします。いつも番組にまつわる感想とか SNS で書いてくださってるのを、もう血まなこになってめちゃくちゃチェックしてます。本当にありがとうございます。嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。というわけで本題、今日も行きましょうか。今回のテーマは山菜みたいな人になりたいです。はい、春真っ盛りというわけで、山菜もバキバキに芽吹く季節になってまいりましたが、私は非常に山菜というものが好きでして、もう幼稚園の時からうどんはたぬきでもきつねでもなく山菜っしょっていう感じで大人ぶって選んでたのをよく覚えてます。ただ当時はね、別に味が好きだったっていうよりも、山菜うどん選ぶ私かっこよくないっていう謎の自意識を発揮してまして、まあ、本当に嫌な子供だなっていう、もうつべこべ言わずきつねうどん食べとけって感じなんですけど、もう背伸びに必死な子供だったのでね、なんか前も話したかもしれないんですけど、チョコレートあえてカカオ 70% の苦いやつドヤ顔で選んだりとか、飛行機とかもねあえて通路側に座ったりしてね、全部の子供があの側に座りたいわけじゃないんだ、おもちゃなんていらねえよみたいな感じで過ごした幼少期でありましたまあそんなわけでね、山菜の水煮に始まり、山菜との付き合いは長いんですが、今もその延長線上でもう一丁前に山菜をありがたがる人間となりまして、和食のお店とかでもね、やたらフキノトウとか出るとテンション上がっちゃう人いるじゃないですか。もうフキノトウの季節ですかみたいな春の芽吹き感じますねみたいな、なんかおいしん坊の登場人物かみたいなリアクション取りながら苦味に顔をほころばせている人とかいると思うんですけど、それが私ですそもそも山菜って人が育てる野菜に対して、まあ山野で採れる食用植物っていうことで大地の恵み的なイメージでね、まあ最近だと栽培されたものに出会うこともあるんですけれども、王道な種類でいうとフキノトウ、わらび、ウルイ、ゼンマイ、セリ、あとタラの芽とかね、いろいろあります。私は特にタラの芽が大好きで、もうタラの芽ってなんか見た目で言うとね、わかるかな、なんか小さな緑色の柔らかいタケノコから草がウェイってなんか角みたいな感じで生えてる山菜なんですけど、もう私タラの芽のキーホルダーを持ってるくらいタラの芽が好きで、特に天ぷらで食べた時の感動って凄まじいものがあるなと思います。でタラの芽の何がいいって、まず食感、この根っこっぽいところと草っぽいところがセットになってる食べ物なので、こうふわってしたかと思ったらコリコリしたりとか、
突然ホクホクした感じが出てきたりとか、こう食感のバリエーションがすごいんですよね。あと香りもね、なんかほろ苦いなと思ったら甘みもあったり、でもフキノトウほど苦くなくて、こうなんとも言えないあの華やかで青くて切ない香りみたいなのがして、もううわーってもう完全に翻弄されちゃうんですよ。でこれ単体の食べ物だよねって、見せる表情多すぎないみたいな感じで翻弄されちゃうんですけど、要はあざといんですよね。なんかすっぴんなのにあざといなっていう、こうたった一つの食材の中にこんなに複雑な味わいのレイヤーがあって、食べるたび別の表情に出会えるっていう、このミステリアスで色っぽいとか、なんかもっと知りたいと思わせる深淵さみたいなものが、そういうのをね、もう生まれながらにやれちゃってるっていう。山菜はね、自然のものなんで戦略とかじゃないんで、やっぱこのナチュラルあざといというか、もうこの状態で生まれてきてるって全然田中みな実もかなわないなって私思うんですけど、まあ、だから山菜に惹かれるんだなっていう風にね思いますし、やっぱ人も一緒で、浅はかな人よりも何考えてるか分かんないなみたいな人の方が魅力的じゃないですか。なんかジャガイモってまあジャガイモだなみたいな感じだなって思っちゃうんですけどそう考えるとね、山菜すごいな、憧れちゃうなって思うんですけど、まあ、正直私高校時代のあだ名ポテトだったのでね、ほんとできることならタラの芽に生まれ変わりたいなって思ってるんですが、はい、まあ、ぜひ今年の春皆さんタラの芽に出会ったら、そのナチュラルなあざとさをご堪能いただけたらと思います。あと結構ね、こういう旬のものって気づいたら終わってたってことが多くてね、なんかそれも悲しいんですけど、だって一回終わっちゃったらもう次の年まで待たなきゃいけないので、だからこそこう思い切ってね、山菜が生えてるところに自分から近づいていくっていうのも私はいいんじゃないかなと思ってます。私2年くらい前に新潟の里山十条さんっていう魚沼のね土地の魅力を結晶化させたみたいな素晴らしい山の中の宿があるんですけど、そこに取材に伺って、そこにね桑木野さんっていう山菜の妖精がいるんですよ。里山十条の料理長さんのお姉さんなんですけど、まあ、ミシュランの星も取ってるすごい方で、でその方について山菜採りにちょっと同行させてもらったんですが、別に山菜ってその山奥とかまで入らなくても、ちょっとした土手とかでも、あとちょっとした小川とか、あと雪に埋もれた丘とかでも結構生えてるんですよ。でそれを桑木野さんが野生的な鋭さでこうどんどん見つけて収穫していくんですけども、そのシーンがすごくて、なんか肝臓っていう草とか摘みながら、こう柔らかそうに芽吹いた新芽はむしゃむしゃ食べたくなりますねとか、小脇野さんが笑うんですごいうさぎさんみたいで本当に可愛い方だなとか思ったんですけど、まあ、彼女とねそうやって山菜摘みながらいろいろ話してて、こうなんか長い冬を越えて春になる頃にその新潟の山がですね、ほんの一瞬だけなんとも言えない青色に染まるんですって。でなんかそれを聞いてすごい私は感動してしまって、こう雪が溶けて山が青くなって初めて山菜の季節が始まるというか、厳しい冬があるからこそこうわーって春が眩しく見えるというか、だからこそ山菜はごちそうなんだなっていうのをね、私はその時教えてもらった気がします。あーなんか山菜もりもり食べたいな、食べまくりたいぜっていう気持ちが今ピークを迎えておりますけれども、試食コーナーの時間がやってまいりました。今日はですね、ちょっとフレッシュな山菜さんたちはお忙しくてお越しいただくことができなかったんですけれども、その代わりといったらなんですが、こちらの方に来ていただきました、豆腐と湯葉の店梅の花の木の芽味噌の生風田楽さんです。うわー来たー、お来た来た来た、これね私の子供の頃からの大好物なんですよ。以前お弁当の回でも話したかもしれないんですけど、この四角いよもぎの生麩をこう油で揚げて、甘い木の芽味噌、こう緑色の綺麗なグリーンの味噌をですね乗せていただくってお料理でして、まあ正直この木の芽味噌年中売ってるものなので、今だからこその木の芽の香り爆発みたいなのはちょっとないんですけど、木の芽は春の美味しさがありますので、この機会にご紹介したいなという次第であります。いただこうかな。もう本当に私ねこれパーマネントコレクションなんですよ。子供の頃から大好きなので、はい、早く食べます。いただきます
最高です。もうね、私本当にこの食べ物が大好きなんですよ。ちゃんと説明しろって感じなんですけど、もう生麩揚げてるこのもちもち感たまんないですよね。一応これよもぎの生麩なんですけどね。でそこにね、この木の芽の味噌がこう絶妙な甘さ、またこれずるい甘さなんですよ。甘じょっぱいというか、そのバランスがたまらなくて、その上に木の芽の香りがふわっと優しく漂って、でケシの実も乗ってるんですけど、その香ばしさもあってですね、いやー、なんかね、結構この味噌が甘いので、あの見た目は結構ど渋なんですけど、意外と味はヤングなんですよ。全然可愛いの味は。でもすごいキュートなわけですよ。で私の中でこう生麩と牛皮は大好きなもちもちランキングで結構上位に、てか私すごいもちもち好きなのバレてますね。この間もポンデリングめでてたんで、もちもち好きなんですけれども、ポンデリングに負けないくらいこちらの生麩の田楽ももちもちしておりますので、ぜひもちもち郷の方々は食べてもらいたいなと思います。もう一個ゆず味噌の方もあるんですけど、そちらはどちらかというと爽やかな感じで、木の芽味噌はこうやっぱりこう木の芽独特の青い香りみたいなのがあるので、こうさらにまた深みもあるというか、そのバランスが絶妙で、私本当にこの木の芽田楽好きすぎて、一時期ですね、梅の花がバイキング業態をやられていたことがありまして、私は母親と一緒にね、その時高校生くらいだったんですけれどもね、喜び勇んで木の芽田楽がもう10個も20個も死ぬほど食べられると思って行ったんですよ、その店に。で本当に木の芽田楽がですね、山盛り盛られていて、もう私ここで死んでもいいって思ったんですけど、めちゃめちゃ食べてたらちょっと途中で気持ち悪くなってしまってですね、やっぱり限りあるものの良さってあるんだなっていうことに気づかされて、それ以来私はお店だと1個ずつしか、木の芽田楽とゆず味噌田楽の1個ずつしか出てこないんですけど、それがちょうどいいんだなっていう、樽を知らなきゃいけないっていうことを私はそこで学びました。はい、どうでもいいですね。はい、梅の花ね、かなり渋い豆腐のチェーン店ではあるんですが、お惣菜だけだと二子玉川とかでも買えたりするので、ぜひチェックしてみてください。味な副音声、ボイスオブフード。はい、というわけで山菜の話いろいろしてきましたけどね、やっぱ山菜の苦味って体にもいい苦味みたいで、特有の苦味をもたらす成分っていうのを、フキノール酸、ジカフェオイルキナ酸など抗酸化作用の高いポリフェノール類であるとのこと。めっちゃ読んでるけど。やっぱ山菜の苦味ってね、すごく体にいいんだなっていう、まあ体にいいっていうのもあるかもしれないし、やっぱりこう春にあの苦味取るとなんかこういいなっていう風に思ってしまうのは、大人になったからなのか、思い込んでるだけなのか、体にいいからなのか、ちょっとよくわからないですけど、いろいろなんだなっていうのを感じております。でね、山菜スーパーとかだと、まあ、あんまりたくさん出会えないですけど、私この間セリをですねスーパーで見つけて買いまして、初めて鍋にセリを入れてみました。で根っこもねすごい香りが高いんで一緒に入れたんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、あのセリの香りと、ちょっとカモしゃぶ的なことをしたので、カモの脂身とセリの香りのバランス最高で、しかもその鍋にセリを入れるっていうのと、あとその根っこまで入れるっていうのがなんかおしゃれすぎるなって思って、なんか鍋って普通白菜とかじゃんみたいな、白菜じゃなくてセリ入れてる自分めっちゃおしゃれみたいな、なんか自炊の経験値アップした感じがして、私はとても嬉しかったです。皆さんもぜひセリを見かけたら鍋に入れて、ちょっと自炊のおしゃれ度をアップしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきたいと思います。平野咲子でした。あーお腹すいた。